はいどうもパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は開幕連勝へ、そして東京ヴェルディの7連勝は阻止へということで、大分対東京ヴェルディのマッチレビューやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでさあ、開幕戦劇的勝利を挙げた大分でございますけれども、対戦相手のヴェルディもですけれどもね、昨年から7連勝中、そして6試合連続完封勝利中ということで、これは手強いチームということでね、そして大分はあの選手に今年こそは、やらせたくないというのがあると思うんで、じゃあその選手が、誰なのかという話も含めて今回やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちらメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方ではですね、動画概要欄にあるサブチャンネルの方では、J2 専門チャンネルをやっておりますんで、よかったら動画概要欄から、サブチャンネル J2 専門チャンネルの方も、チャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、やっていきましょう。こちら大分対東京ヴェルディということで、左に出しているのが開幕戦の両チームのスターティングメンバーにはなってきますが、両チームの決勝点を挙げた選手は途中から出てきた選手ということで、宇都本選手が前節は大分、決勝点を挙げております。そして東京ヴェルディはあのとこなんですね、そう真ん中の方書いてますけれどもね、開幕戦決勝ゴールを決めたのは加藤蓮なんですね。まあ加藤蓮といえばということで、昨年の大分戦2試合連続でゴール決めているんですね。ホームアウェー関係なく、この加藤蓮、東京ヴェルディの加藤蓮という男はですけれども、大分相手に2試合連続、ゴールを決めている、本来は左サイドバックの選手なんですよね。しかし開幕戦は途中で右にで出てきたんですね、この選手。右で入ってきて決勝点を決めているんで、この選手の、ね、攻撃的なセンス、サッカーセンスというのは本当にどこまでも、ね、高いんだなというのを、感じた開幕戦なんです。僕もちょっとこのヴェルディ戦見たんですけどもね、まあ、加藤蓮がまさか途中から右で入ってくるとはっていう感じがしたんですけどもね、しかし今そこで決勝ゴール決めているんで、今年こそこの加藤蓮にはね、大分は決めさせたくないところですよね。この選手、まあ、絶対止めてほしいという選手、まあ、どこで使うんですかね。多分ねヴェルディ側もこれ、加藤蓮選手が大分で、まあ、2試合連続、決めてる、まあ、大分戦で2試合連続で決めているというのは分かってと思いますし、まあ、加藤蓮自身もね、大分戦自分決めてんなじゃないけどもね、良いイメージでこの試合入ってくると思うんで、大分からしたら今度こそ、この加藤蓮を止めてほしいところにはなってきますけれどもね、というのがありますが、まあ、東京ヴェルディさっきも言った通り、昨年から破竹の7連勝中、そして6試合連続完封勝利中ではありますんで、これね、選手からしたら結構意識すると思うんですよね。まあ、6試合連続完封勝利ということで、この間ね、開幕戦終わった後、結構大きなニュースになっていましたね。昨年からヴェルディが、7連勝を達成して、そしてそのうち6試合連続で完封勝利を挙げたというのは結構大きなニュースになったんで、これは選手には良い意味でのね、これ、良い意味でのプレッシャーになっているんじゃないですかね。まあ、またね、しっかりここ守りきれば、またニュースになるんじゃないか、自分たちが、取り上げられるんじゃないかというね、これは良い意味でのプレッシャーがあると思うんです。やっぱりサッカー選手ってなんだかんだで、良いプレッシャーと悪いプレッシャーがあってね、今回、今ヴェルディにかかっているこのプレッシャー、この連続無失点記録というのは、本当ピリッとした、ね、これはチームを締める意味での良いプレッシャーになると僕は、思っているんで、そこを大分がどういうふうに、攻略するかどうか、そこはちょっと注目して、見ていこうと思ってまして、しかしね、昨年の6試合連続、完封、まあ、昨年中か、ね、6試合連続完封勝利といっても、昨年はだから今年 J1 に行った馬場選手もいて、ウドカ・ボニフェスもいてのセンターバックにはなってきます。まあ、馬場選手はセンターバックというかサイドバックやったりとか、ボランチやっていたんですけれどもね、まあ、それ以外でもセンターバック、まあ、谷口選手とかね、ウドカ・ボニフェス、この選手あたりが中心となって守っていたチームになってきますんでね、そのうちまあ2枚ですよね、まあ、後ろボランチとかサイドバックの選手で言うと、馬場選手が抜けて、センターバック、ウドカ・ボニフェス選手が抜けてっていうのがあるんで、なかなか厳しいとは思うんですけれどもね。しかしまあ開幕戦、金沢戦は本当に堅い守備を見せた東京ヴェルディになってきますん
でね、大分がどういう風に攻略していくか非常に楽しみでございますけれどもね。で、その大分なんですけれどもね、まず前節開幕戦最高の勝ち方で、勝利しました。この試合に関してはね、同時視聴生放送やったんですけれどもね、いや本当生放送やってよかったなっていう試合内容でしたね。あの試合の後本当多くのサポーターさんからね、あ大分おめでとうみたいなね、これ、コメントがあった。生放送やっててよかったなんか、思いましたね。まああの時だから、ね、ガンバ大阪のサポーターさんとかアビスパのサポーターさんとか、ウラレッツのサポーターさんとか FC 東京サポーターさんとか、ほんと J1、J2 とかほんと関係なくいろんな、方々コメントくれてね、ちょっと、僕も驚いたんですけれどもね、いや生放送の良さが出たなっちゅうね開幕戦だったんですけれどもね。その大分、さっきも言った通り決勝ゴールは宇都本選手だったんですよね。でその前の先制点に関しては、野村選手が決めております。この野村選手多分今回もスタメンで来るんじゃないかと思うんですけれどもね、やっぱこの開幕戦で得点決めた選手というのは多分ノリに乗っていると思うんで、そこもやっぱり期待したいですしね。宇都本選手ね、どこで使われるか、まあセンターフォワードでも使えますし、まあ、シャドウでも使える選手にはなってきますんでね、どこで使われるか、そして、どのタイミングがスタメンなのか控えなのか分かりませんけれども、ね、ちょっと宇都本選手の使い方というのはちょっと注目点になってきますよね。でその他の選手で言うと、新戦力デルラン選手と、ボランチに入った野武選手は想像以上にフィットしてましたね。デルラン選手は少し高い位置でボール持って、ボール運んでそこからスルーパスを出すみたいなシーンもありました。本当自分自身がね、デルラン選手自身が言ってましたけれどもね、本当足元が上手いんだなっていうのを感じたゲームでしたし、あと空中戦もやっぱりこの選手強いなっていうのを感じました。あんまりこう空中戦で競り負けた印象は徳島戦なかったですねっていうのがあるんで、このデルラン選手をきっかけに、まあ、どんだけ、ね、チャンス作ることができるかどうか、まあ、ちなみにね決勝点のアシストは、デルラン選手なんですよね。これ、ヒールパスから、ね、得点のアシストを決めているんで、このデルラン選手に関しては攻守にやっぱり要になってきそうな感じはしますけれどもね。でそのデルラン選手よりもその前か、もう一個の野武選手ですね。そう野武選手の話をしておりませんでしたけれどもね、ボランチに入った野武選手ね、今年からボランチにコンバートされた選手なんですけれどもね、いや本当無難にというかね、よく相手の攻撃の目を潰していましたし、中盤のこれね守備的な選手としては相当やるんじゃないかな。本当ね昔ボランチをやっていたかのような器用なこれプレーが何回かあったんで、野武選手ボランチ、野武ここちょっとボランチだから池田選手がちょっとしばらく不在になりそうですしねっていうのがあるんで、ちょっとこのボランチ野武選手の活躍というのはちょっと期待したいところにはなってきますけれどもね。でデルラン選手に関してもう一個ですね、右サイドバック、ベルディの右サイドバック宮原選手と、バスケスバイロン、この強力な2枚をどういう風に抑えるかですね。まあ、宮原選手に関しては J1 での、実績とかプレー経験も多い選手にはなってきますし、このバスケスバイロンに関してはね、本当、青森山田高校というか注目をされていた選手ですが、この選手が東京ベルディの、まあ、右として多分大分、ね、どんどん襲いかかっていくと思うんですよね。でもしかしたらバスケスバイロンをスーパーサブ的に使う可能性も、ゼロではないと思うんですけれども、まあ、だからこうバスケスバイロンとかね、前回の大分の控えの選手宇都本選手の、活躍もそうですけれどもね、まあ、途中からどんな選手が、出てきて途中からどんなプレーを見せるかどうか、本当ベンチワーク含めて途中交代の選手はどんだけ活躍することができるかどうか、この試合本当ね、まあ、スタメンの選手だけじゃなくて総力戦、まあ、最初も言ったんですけれどもね、両チーム途中から出た選手が、前回の開幕戦では決勝ゴール上げていますんで、ベンチワーク含めたこの試合の、ね、両チームどういう風な策を見せてくるか非常に注目でございますけれどもね。で、まあ、大分のベルディもそうですけれどもね、まあ、勝って連勝としたい両チームにはなってきますが、大分ホームで負けるわけにはいきません。逆にここで大分が、ね、このね硬いベルディに勝つことによって、それはそれでまあニュースになると思うんですよね。東京ベルディ何試合かぶりの失点、何試合かぶりの、敗戦、連勝止まるみたいな、完封勝利記録止まるみたいな感じで、ね、見出しになると思うんでね、そこは逆に大分勝つことによって、まあ、締めを賑わすじゃないですけれどもね、まあ、ちょっとしたニュースに僕はなると思うんで、このベルディをしっかり止めてほしいところにはなってきますけどもね。はい、
というと今回以上になりますね。今回はおそらく生放送はできないんじゃないかな。僕がちょっと、土曜日ですね、地元長崎に帰ってちょっとね、うん、飲み会というか食事会の方がありますんで、ちょっとそこに顔出すんですよね。だから日曜日ね、多分やろうと思えばできるかもしれませんが、ちょっと、体力的に厳しいのかもしれません。ちょっと僕も、現在鳥栖に住んでいるんでね、この長崎鳥栖間の移動というのは割と結構しんどいものがありますんで、ちょっとやれるかどうか分かりませんけどもね、まあ、何せ今後もね、この大分とか、ベルディに関しては J2 のサブチャンネルの方でもどんどんやっていこうと思っていますんで、よかったらチャンネルよろしくお願いいたしますということで、以上でございます。以上パラプンテ J サッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さら喜ぶよ。